この度茨城支部長に就任いたしました。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ちょもろです。イエーイ。オッケー。ということで新居よりお届けいたします。今週からピンでの動画が多くなってしまいますが、俺たちも頑張っていくんで引き続きよろしくお願いいたします。くるちょもチャンネル。ということですね、今日はね、何の動画かと言いますと、少し前の動画でですね、くるちゃんに上野を案内してもらったんですけれども、その時ゲットしたとあるアイテムを紹介していきたいと思います。くるちょもチャンネル。観光地とかに多いと思うんですけれども、もともとある商品だったりブランドだったりをちょっとパロった T シャツだったりとかグッズだったりとかいろいろありますよね。上野にもバッチリ置いてありました。これはみんなに見せとかなあかんと思って、今日はこれを紹介したいと思います。ということでこちらです。プシュッペーンドーン、人へ多いおもちゃ。ありがとうございました。アナルに入れたエネマグラ。センスの塊かっていう話ですよね。すごいよ。祈祷園多いおもちゃ、エロエロ、つまり大人のおもちゃ。ちょっとねこれ、まあ、パッケージング完全に祈祷園さんのおもちゃをパロってるんですけど、周りもねめちゃくちゃ冴えてるんで読み上げていきたいと思いますね。ちょっとまずはパッケージを。くるくる。無香料エロ味、奥さんヤバ 100% エロ詰め合わせの美味しさです。おうよちゃんにもよくあるんですけど、俳句これにも漏れなく書いてます。第49って書いてなかった。第49点祈祷園珍俳句大賞優秀羅族賞。マニアか。読み上げていきますね。ちいさんもたったたったと大はしゃぎ、孫と一緒でしょう10ヶ月孫。忘れ洗ったおなほは嫁没収。恐怖対象31歳会社員。くしゃみ出た、鼻水飛び出た、大も出た。普通出るでしょう53歳会社役員。携帯のバイブ股間に押し当てる、一度はやるでしょう27歳販売。持久走擦れてチンコが立ってくる、全員なら肝でしょう16歳学生。クリがいい、中だといけない、俺入れたい。酷な宣言でしょう31歳自営業。この俳句すべて実話だ、母すまん。オチにならんでしょう32歳担当者。あーバカなんよね。バカは大好きですけど、だいたいこういう清涼飲料水に書いてるような原材料名のところにね、ここ詳しく書いてますけど、品名おもちゃかっこちょいエログッズ、原材料名大人のおもちゃエロミン C ハテナって書いてる。内容量値段の割にエロ満載、賞味期限飽きるまで味わってや、販売者株式会社祈祷園。これ祈祷園って怒られんじゃないの。バーコードのとこに、バーコード頭なのでバーコードは通せませんかっこ笑いって書いてますね。こんな絵描いてますけど、ほんまに。温めるときは容器のままで直火または電子レンジにかけないでください、というより温めないでください。凍らないでください。開花時に大きい声が出ちゃう場合があります、気にしないでください。多いおもちゃは飲み物ではございません、おじちゃんおばちゃんに見せると飲んじゃいますので、一応手の届かないところへ保管してください。開封後は早速お使いください、そして楽しんでください。お茶の成分が沈殿することがありませんから、品質には全く問題が。てんてんてん。また凍らないでください。これ、あれね、壊らないでくださいっていうの、寒いこと言ってるからってことね。多いおもちゃは当商品の商品名です、実在する商品とは一切無関係です。やろ。商品の色、デザインは写真と異なる場合がございますということで、あ、ここだ。これリング、ローション、快感ローター、エロエロ下着、通常2000以上の品がぎっしり詰まって超特価ということですね。こちらはですね、上野で980円で販売されてましたね。倍以上の商品がね、入ってるってことなんでしょうか。じゃあね、ちょっと開けていきましょう。レディゴー。ちょもちょも。
よし、開けていこうかなと思いますね。あ、なるほど。これこう上だけピピって開けれるの。以前開けたあれとまあ似たような感じですね。はい、まずは、はい、みたいですね。知恵の道具ですよね。ピンクローターさんですね。はい、こちら紛れもないピンクローターさんです。で、あ、ちゃんとご丁寧に東芝さんの電池も入ってます。で、こちらが蜂蜜入りハニードロップス。これローションかな。非常に滑りやすくなっておりますので取り扱いにはご注意ください。まあ、書いてた通りのものが入ってますね。これは何なんだろう。これがリングって書いてあるんですね。スキンバンドって書いてんねんけど、何に使うものなのでしょうか。ちょっと上げてみますね。なんかニュルニュルして気持ち悪いな。クルチョモチャンネル。ということですね、今日は一人ですね、キトメンさんのおもちゃをパロッタアダルトグッズ、キトメンさんの多いおもちゃ開封させていただきました。これからもね、茨城県と東京でお互い頑張っていって、たまに会える時は2人でおもろい動画をいっぱい撮っていこうと思いますので、これからもクルチョモチャンネルよろしくお願いします。今日チョモラテ頑張ってるなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。これからもよろしくね。バイバイ。これはほんま大変やな。